こんばんは。上を招き猫にゃ。ありがとう。喉がマジで痛い。え、それ病院行った方がいいよ。アレルギーだよ多分。か花粉症かどっちか。つくちゃんの猫アレルギーは、猫アレルギーやばい。実は花粉症よりやばいかも。こんばんは。そう、にゃ。猫アレルギーって知らなくて、自分がしばらく。そう、びっくり。引っ越してから、香川から広島に引っ越してから発覚しました。いつね、寂しいね。そうそう、ももちゃんが卒業発表しちゃいました。しないでって言ったのに。悲しい。これは四国ツアーせないかんな。ももちゃん凱旋ライブせな。瀬戸内七県ツアーに飛行地も入らんかな。ね、いやー、ちょっとユミリンいなくなってからもなんかやばいね。どうなっちゃうんだろう感が。推しが卒業する、悲しいね。確かに私とももちゃんの推しの人って多い気がする。多いのかな、どうなんだ。私の推しの人をユニットの時とかでチラッと見てると、ももちゃんのベンライト振ってる人が多い気がするえ、そうなんだよ。なんかそうだ、なんかもう大人なんだなって思った。ねえ、残された側も頑張らなきゃね。いや本当にそう、なるべく長くいてほしいけど、凱旋ライブしてほしいな。カチ寂しい。本当に無理やな。なんか STU の妹として可愛がってたから、ね、来年そう成人式。いやそうなんだよ、なんか子供で入ってきたから子供だと思ってたらさ、ちゃんともう成人してるんだよね。18歳が成人でしょ。ねえ、そうだよ、2期生のセンターだよ。本当に悲しい。お姉ちゃんに似てるって言われてた。あ、ももちゃんの、ああ、ももちゃんのね。
ももちゃんのお姉ちゃんに来るって言われてたね、最初の頃。僕らの春夏秋冬、本当だよ。僕らの春夏秋冬でさ、デンデレデンデレデンデレデンデンデン、春夏秋冬の時ね、たまにこっそり頭ポンって触ってたんだよね。私一番後ろでももちゃんが被ってるからさ、見えないからさ、こっそりももちゃんの頭触ってたんだよね、ユミリンと。ありがとう。お尻は触らなかった？お尻？いや私あの意外とメンバーにその訴えられそうなスキンシップはしないんで、特に後輩には。お尻とか胸とか触りません。お尻ソムリエがいるからね。そうそうそう。こんばんは。ね、本当に寂しい。寂しいし、なんかみんなが大人になってるの感じた、めっちゃ。ももちゃん次世代エースだと思ってた。え、ももちゃんとひなちゃんでダブルセンターでめちゃめちゃ可愛い最強ツインテールみたいな曲やってほしかったな。まだ間に合う、確かに。そうね。カルチャーは何するの？その最強ツインテールみたいな曲で、いや、あんま目立たないとこで、あんま目立たないハーフツインをしときます。年下メンバーに任せて。プロデュース公演で、いやプロデュース公演はね、多分今年中は多分無理なんですよね。だから今年はもう言わない。夏明けぐらいから言い始めようかな。まずは18日楽しくやりましょう。そうね、そうね。四国公演、四国公演頑張りましょう。葵ちゃん生誕祭、フル四国。うわ、私も今日瀬戸に聞いたんですけど、葵ちゃん生誕祭の瀬戸に、あのマネージャーさんから、あのフル公演が久々ですごい楽しみだなって改めて思ったので、ぜひ来てください。1月に発表できる公演ないから配信で発表した。あ、そういうこと。確かに、え、そっか、生誕とかだったからか。公演が少ないよね、ほんと。もっと公演やりたいよね。生誕がないと公演がないんだもん。え、発表する公演がないから配信で発表したってこと？ほ
本当はじゃあ公演で発表したかったってことか。そりゃそうだよね。別にコロナ禍でもないもんね。え、もうそんな無理やり無理やり6人集めて勝手に四国公演すればよかったな。そうなん、公演、うわー、それ辛いな。本当は公演でいたかったのに家で公演がなかったからってこと、無理やり公演できんかったんかな、それ。いや、人の生誕ではなかなかね、それ辛いな。頑張りましょう、みんながいるうちに。えっ、てかヤンマガの表紙あ3人中2人おらんくなるやん、悲しい。イエーイ、沖縄に行ったのに、一緒に立って露天風呂入ったのに。ちょっとクリスマスコンでやった鈴懸なんちゃらをまたやりたいな。マオちゃんセンターの、ある日角にあったコンビニがなくなって曲がらないまま過ぎてしまった、僕の無意識地図。ヤンマがそう15日発売ですよ。ももちゃんとおきちゃんと私の関東グラビアと、わあ、ちょっと全メンバーあげるかな。関中が、関中か、関中が大人メンバー、大人メンバーがビスタイル披露で、関末が仲良し5人組ショットみたいな感じでした。そう、15日発売。大阪まであと10日。大阪楽しみ。ゴロミはいない。そうよ、 STU ジャックね、ゲットしないと。福フェスもおきちゃんもおもちゃんも出ます。みちも、ゆみりん助けに来て。みちゃん、カリちゃん愛してるけどあまり口にしない。本当？ありがとう言ってくれて。服、ありがとう。中千穂、南、マイキュー、ユキリカ、おお、お姉さんだね、みんな。服、ありがとう。寂しい、マジ。もうじゃあな、あの屈託のない笑顔で完全に特にもう入ったばかりの頃は特によ。あかりちゃんずっとツイッターにももちゃんの動画載せようと思うな。ももちゃんのファンから次はこういうのお願いしますとか、なんか言われようと思うな。福フェスも
出演してくださるメンバーに一人ずつちゃんと一人ずつお願いに上がったんですけど、その時も楽しみですみたいな、あ、心が現れたって感じだったんですけどね。ねえ、緊張したろうね。発表しないでって言ったのに。鈴懸なんちゃら絶対やんなきゃな。ちょっとね、最後に思い出をね、いっぱい作っていきましょう。皆さんもライブを、本当になんか公演が少ないの、こういうとこでもなんかなんて良くない部分が出てくるというかさ、公演もっとしたいな。なんかこの年末年始にこんなに公演がないって本当に私的にはありえないというか、まあ人数が揃わないのかもしれないけど、もっとライブをしたいですね。せっかく48グループに入って、劇場はないけどさ、劇場公演が軸なわけじゃないですか、なんでも。だからもう毎日とは言わんけどね、毎週末ぐらいはないと寂しいですよね。南が今月はもう出番なしって言ってた。そっか、私は四国とかあるけど、言うてそれだけやもんな。四国玉ねぎ猫ロケとかラジオとかね、そのミーティングとかはさちょこちょこあるけど、ライブっていうのがやっぱ少ないから、劇場がないっていうのはこういうとこに現れてくるのかな。マイキューも今月ライブないって言ってた。1月後半公演は四国があります。葵ちゃん生誕祭、ぜひ。サラピも公演ないって言ってた。てかもう四国以外ないんじゃない、招き猫出る子以外は。じゃあね、リリーベ、あ、リリーベね。ちょっと公演増やしたいけど、そっか。あ、池ちゃんのソロコン楽しみ。池ちゃんのソロコンって配信ある？池ちゃんのソロコン楽しみ。お話し会が、そうか、週末はお話し会がね。配信ないの？あらま、じゃあフォーティエイトグループ以外も歌うのかな。池ちゃんのジャズってなんかバズりそうなのにね。イケちゃんのジャズ、イケちゃんのソロコン、楽しみだね。
なんかとんでもない衣装着てほしいな。羽とかついてる。フクフェスの次の日のファンミの詳細が出ました。申し込みはね、申し込みは明日の木曜日ですね。曜日感覚がなくにある。ファンクラブ入ってる人限定で14時からシダックスカルチャーホールで、亀子ね、これ亀子は距離が近すぎたから、亀子申し込む人はめっちゃ距離が近いところで撮らなきゃいけないから、それ用のレンズ、望遠じゃない、ちょっとカメラの方私わからないんですけど、近くでこうシュクシュクシュってできるやつにしといてください。そう、で申し込みが明日の18時から日曜日までなんで結構一瞬ですね。広角レンズ？顔広がらない？魚みたいだな。大丈夫？漏れてないやつはダメですよ。あれ、ヤンマガの表紙の画像が出てきた。なんで？ヤンマが今福田あかりファン見て調べようとして福田あかりって入れたらヤンマがの表紙の画像が出てきたぞ。これはなんだ、流出か。ヤンマが公開されてます。え、どこでどこでどこでどれ？ヤンマガウェブ？何に載ってる？公式？ヤングマガジン。どこに載ってる？どこに載ってるのこれ。ファンの人が転載してるやつしか出てこない。公式はどこ？公式を見つけないと私は皆さんに告知できないわ。ちょっと公式には出てないっぽい。じゃあ分かんないです。なんで乗ってるの？しかも乗せてるの一人じゃなくて何人かいる。どこから？もう見ちゃったよ。しかもちゃんと高画質のやつ、すごい。めっちゃ顔、これいつ撮って、いつどこで撮ったやつだろう。どこから？
え、すごい現実なのかもと思った今。じゃあちょっと、あ、セブンネットにある。オッケー。いや、そのさ、どっかが載せてるんだったらいいけどさ、ほんまに流出だったらやばいじゃん。ヤングマガジン、セブンネット、1月15日。セブンネットでね、ヤングマガジン1月15日発売って調べたら出てきた。おお、これは多分公式だわ。うん、ねえ、楽しみ。3人の顔ドーンって感じ。しかもちゃんと全員表紙に載ってる。楽しみ。楽しみ。こんなにさ、肌色が少ないヤンマがある今までに。ちゃんの顔が2人に挟まってる。いや、どこのやつだろう。いや、こんなにさ、あの、まあここはさ、まあ、STU だから見せないのかもしれないけど、もう首から肩まで全部こう守られてますからね。すごい、これは逆に歴史だわ。楽しみ、買い、いっぱい買おう。何冊？右手がエモい。頑張ってさ、エモいとこ探してる、もしかして。あー、エモいね、右手が。あ、思い出した、これ撮影してるとき、ももちゃんがソファーにゴロンってなってて、おきちゃんがソファーの横にいて、私がなんかももちゃんを潰すわけにはいかなくて、でも顔は前に出してって言われて、こう死にそうになりながらこうやってるやつ、時のやつかも。あ、これ室内だわ、思い出した。うわー、早くオフショット載せたい。うひょひょひょ、そうだ、ももちゃんを潰す前とさ、頑張って身を乗り出してるやつだ。
すごい。ちょっと今ね、すごい本物なんだって思った。楽しみ。皆さんありがとう。カラー出てる。アリちゃん。セブンネットで出てた。ポン太郎。何冊買うのが理想。別にないよそんなの。形跡ふく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 。あと何冊買うとかないけど、一冊ゲットしていただいたらそのアンケートに STU 最高って書いて出してください。また STU 見たいよって。ラップかよ。よ。もやもやしてる。とりあえず2冊。おお。え、なんか特典付きのやつある？なんかこの前セブンネットである時があるって言ってたよね。ないね。特になし。え、これさ、あれ乗ってる？彼岸島。おしみ修造気になる。私も悪の花大好きだから。彼岸島読んでるよ。近所のコンビニ回る？お願いします。1月15発売だからそれからか。おしみさんの新作。あ、そうなんや。
ファンミーティング何する？ファンミーティング何したいですか？食品系ダメだったんですよ。何がいいかな。 DJ 福ちゃんはやろう。私物プレゼント？え、嫌だ、あげない。なぜならめちゃめちゃ断捨離してるから家に不要なものがない。あげないよ。私物サイン？あ、いいね。うんうん。前はね、ポスターあげたかな。ポスターと なんかあげた。なんか福フェスアフターパーティーって名前にしたのよ。だからなんかちょっと福フェス絡めて、福フェスの会場からなんか持ってきて、で、うーん、使ったものあげてもいいなと思ってる。例えばその膜とかさ、もうボリューム2ってやつは使わないから、それとか何でもいいんだけど、まあ、福フェスの会場で何か持ってきて、持って帰れそうなものをあげるとか。まあ福フェス来てないけどファンミ来ますって人もいるだろうから、まあ福フェスか福フェスしなくてもいいと思うんだけど。え、待って、マキちゃんいいね。え、マキ、え、クビポって2月23日なんかある？ゲストにマキちゃん呼びたい。ももちゃんにさ、ヤンマガの表紙の画像送ってさ、これどこの撮ったやつだっけって言ったら、私もどこだろうって思いましたやってどこだろうって思った。室内かな。一緒に何かしたいです。しようしよう。え、マキちゃん来たらめっちゃ燃えん。クビポのスケジュール、クビポ。だって1位の人がさ、私もどこだろうって思ってましたわね。え、あ、東京ライブ昼か、昼か、マキちゃん。クピポね、23日昼にライブって書いてるわ。夜じゃなくて昼だ。うわー、厳しいなこれ。ワンちゃん、ワンちゃん連絡してみようかな。
しくなってきたぞ。てか東京だったらさ誰かも呼べるくない？え？テンション上がってきた。だってカホタルとかユミリンとかトロとかさ、でも事務所名きついかな。誰でも呼べるじゃん。え、テンション上がってきた。無限大だぜ。ね、1時間ぐらいのうちのさ10分20分だったらさいけそうじゃない？え、めっちゃギャラ高かったりすんのかな。どうなんだろう。え、もう渋谷だったらどこいくらでも来れそうじゃない？みんなどこに住んでるか知らないけどね。ファンの人も嬉しいよね。え、テンション上がってきた。滝野由美子さんに司会してもらうか。ごめん、お仕事モードでした。思い立ったらねこうすぐねこう言わないとね忘れるから。短期記憶できないからねすぐ忘れるから、もう今全部言った。無理でもさ結果掛け合ってみることって大事じゃない。そう動かないのあればできそうなんよ。そしてねもう服フェスとかこういうのとかもだけど
や待っとったら何も始まらんけん、やっぱ自分から動かな、やりたいですって言ってね、なんか前もこの話したけど、なんかやりたいですって言ってね、みんなね、そうだねやりたいね、夢は口に出していこうよって言ってくれるの。だけどね、一緒にじゃあやろうよって言ってくれる人はいないわけ。そうだから結局もう自分でやるしかないんだよね、何でも。でも人生ってそうじゃない、結局みんな共感はしてくれるけどさ、やっぱ一緒に動くエネルギーっていうのは自分から出していかないとって思って、早くイデコをしないとなって思ってます自分のことは自分でやらないと。今度一緒にご飯行こうねと一緒。確かに確かに、そうなの。クソちゃん頑張ってない。いやでもちょっと高知公演は叶えたいんで頑張ります。なんかもうなんか何かにつけてね、卒業公演じゃないからそんな特別扱いはできません、その企画はできませんって全部今まで励みかけてきたの。もう例えば昼夜公演があってさ、昼でも卒業公演っぽいことをしてあげたいからこういうのできますかって言って、で昼は普通の公演で夜は卒業公演だったりするんだけど、でも夜が卒業公演で昼は違うから昼では特別なことはしちゃいけませんって言われて、夜があるから、そういう難しさとかもあるのね。やっぱ卒業公演とかに向けてさ、卒業公演委員会の人も頑張ってくれてるし、勝手なことはできないわけ私たちが。だけどね、なんかこれを機に奥ちゃんもいるうちにだし、コーチとかでできたらいいですね。まあこれも無理かもしれないけどさ、もし本人がいや本当にやりたいって思ってるならね、絶対やった方がいいし、せっかく STU 受けて入ってきてくれたからさ、やりたいこと全部やってほしいんだよね。メンバーがみんな笑顔で卒業していっちゃうのはね、まあ女の子だし年齢的なものもあるし人生があるからしょうがないと思うんだけど、やっぱ辞めた後に STU 楽しかったなって思ってもらえるようなそんなグループにしていきたいよね。瀬戸内の声、瀬戸内の声のメンバーもう3人しかいないからね、ひなとまひと私。ね、大変なこったい。って考えるとなんかまひちゃんもだけど、なんかひなちゃん残ってくれててありがとうってすごい思うな。なんかすごいちっちゃい時からいるもんね。皆さんまひちゃんの誕生日に徳島に行きませんか。行きましょう。行きませんか。あの明日とあるお知らせが発表されるんですけど、そのお知らせを見たら多分じゃあ行こうかなって思ってくださる方も増えると思うんで、ちょっと明日のお知らせ次第でまた考えてもらうくださいませ。
そんなピンチなのか、いや申し込み人数知らんけど、徳島県の人がすごい毎日告知してて、そう、いや数とかさ知らんのよ、うちらは。どのイベントも申し込み人数とか知らない、ステージに出て初めて人数を知るんだけど、あのそんな卒業じゃない、そんなこんなめちゃめちゃ告知、県がこんなに告知してるって、そんな来てないのかなとか思ったり、どうなんだろうね、ちょっと分かんないけど。でも明日ね、とあるお知らせが、足りてないってメール来た。あ、そうなの？誰から？ぜひぜひ。まあな、ちょっと徳島駅に朝9時40分はしんどいよ、さすがに。そう思うよ。けど前乗りする理由を作るから、明日の発表を待っててください。まだ言えない。別に言っても別に怒られないと思うけど、あのまあちょっと一個の前泊の理由にはなるかなって思うので、ぜひぜひ。なので、え、土日だったよね、まひちゃんの誕生日。うん、うん、じゃあ土曜日か。あー、土曜日なんだね。日曜日がお話し会だからか。だから金曜日にね、何かあるので。みけちゃん、ふく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 、ありがとう。みけちゃん、にゃん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 、ありがとう。みけちゃん、わらふくわらふくわらふく猫、ふくふく、ふくふく、ふく猫セット、にゃ。徳島行きたい？徳島来て。いやでも朝ね、9時40分徳島駅集合はきついと思うよ。わかる、私も遠征する人だからわかるよ。まだ日曜だったらいいんだけどさ、ねえ、ちょっとしんどいと思いますが、ぜひ来てください。なんせまひちゃんの誕生日、まひちゃんのファンの人はもう多分全員あのまひら先生の召集がかかってると思うんで、和歌山から港で行ける。あ、そうなんだ。近いし、にゃん、ありがとう。猫、招き猫、招き猫ライブがあるから、これネキネコライブ。鳴門海峡行くよ。リータンよろしくお願いします。マネキネコライブ結構さ、なんか珍しいメンツだったよね。楽しみなんだが、何の曲やるんだろう。アクワーク、一杯の水とか突然やりたいな。なんか大体さ、鼻だれやって息をする心やってさ、夢力やってさ、ペダルかヘタレどっちかやってさ、みたいな
たまに春夏秋冬とか ST4D とか入りますよみたいな感じじゃないですか。突然一杯飲みとかやりたいよね、16人で。でもね、私はもうね、体力が死ぬんですよ。 STU48 で、 STU48 ペダル、夢力なヘタレ、この4つを一気にガッてやったらもう息ができないんですけど、それが楽しくて。 STU の中のアップテンポをフェスって結構ギュッてやるから、もうそなんか、でもね、公演はさ2時間体力を持たなきゃいけないけど、フェスってまあ30分体力を持たせればいいじゃないですか。だからマジで超全力で、いつも以上に、そう、超楽しいので、あのフェスあんま好きじゃないって人多いと思うんですけど、特に48のファンの方はフェス嫌いな人が多いね。そう、そんな感じがするんですし、私も気持ちはわかる。だって同じくらいのチケット代払っていつもなら2時間見れるのに30分しか見れないもんね。しかも立ってなきゃいけないことが多いし、だからすごいわかるんだけど、でもね、フェスはフェスでね、違う顔が見れるからね、推しメンの面白いけどね、私的には。なのでぜひ来てください。フェス楽しい。フェスね、何回か行くとちょっとフェスの楽しみ方も分かってくるしね。ずっとフェスティブな曲聴いてるの。もうここしか分からんけど、めっちゃ楽しそう。福フェスで、あの青春っていうテーマにめっちゃ合ってる気がする。何やってるの？フェスティブの、フェスティブさんの曲を踊ってました。フェスティブの時はもうとりあえず左移動回るみたいな、こう流れに身を任せれば楽しいんで。しかもこれ48グループ以外のこのライブアイドルさんあるあるなんですけど、1番と2番大体踊り一緒なんで、1番で流れ掴んだら何、1番で流れ掴んだら2番の大体乗っていけるじゃないですか。48グループはね、1番と2番大体踊り違うからさ、あ違うんかいってなるけど、同じ乗り方しようとしたら。ライブアイドルさんは結構こう全部のサビ一緒の振り付けのことが多いので、一回乗り方を覚えればね、もうとってもあたかも何回もここの現場来たことありますよみたいな顔して乗れるので楽しいです。
ンワン。電波組に会えるのやばい。てかさ、電波組に会えるだけでやばいのに福フェスに出てくれるのやばくない？夢でハウオン。ねえねえ、福フェス来てくれる人さ、あの優先エリアの人さ、福田優先エリアのこうさ、こう優先エリア一般エリア売り替えてるんですか、優先エリアの最善の、ちょっと土線は申し訳ない、最善の下手4番ぐらいのとこでいいんで、こういう福田専用のこのさ、なんか檻みたいな、さすまたみたいな、さすまたみたいなさ、こうブース作っといてもいい？ここ私が分けるゾーン。そう、ここ私が分けるゾーンみたいな感じで、私も電波の時さ、一緒にフューチャーダイバーで回されたの、回して回されてってやりたいから、そう、福田ゾーン作っていい？優先エリアの一部に、あの福田優先ブースみたいなの作っていい？私専用、私の脇場所みたいな。せいちゃん、にゃ、ありがとう。先週入ったフェス、まさにそれあった。え、マジ？え、何何、教えて、写真ある？え、待って、それ送ろう、スタッフさんに。なんてツイッター載せる、誰か。何て言ったら出てくる、それ。サスマタスペース、アイドルコンテンツエキスポ。え、メンバー、あ、でもアイドルもメンバー用スペースあるもんね。しないのか。アイドル専用スペースみたいな。アイドル。うん、むずいな。検索するの苦手かもな。誰か載せてないかな。夢で終わらんよ、ああいうちょでが間違っても逃げたりしませんよ。楽しみ。え、待って、電波組さんに曲リクエストしたい。全部は難しそうだけど、
ジャポ。SOS。まもなく電波組リンクが離陸もやばい。広げて走り出すのやばいな。新体制でやってる曲から選ぼう。高の階の風流れる私のこと。冬の部屋がまた口づけて。泣きそうになってきた。嬉しい。マーヤンが写真集出す。嬉しい。マジ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 。菅原マーヤ。マジで。やったー。菅原マーヤ。写真集やった。絶対買おう。うひょ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 。公式アカウントどこ。これか。やったー。おめでとう。まやさん、タメ口やったっけ私。一応ございますでしょうか。生誕祭2024。やったね。広島に美味しいワッフル屋さんないですか？なんかワッフルが食べたくて。でもね、そのおしゃれなカフェとかで出される柔らかいなんかふわふわパンケーキみたいなワッフルでもなく、今流行りのクロッフルでもなく、もうなんて古典的なワッフルが食べたいんですよ。
マネキンでもないんだよな。マネキンが一番近いけど、このこういうちょっとカリカリとしてる、おしゃれじゃなくていい普通のワッフル、ちょっと薄めがいいかな。どっちかというと分厚いよりは薄めの、なんか古典的な喫茶店とかで出るような普通のワッフルが食べたいんですよね。ベルギーワッフル的な。そうで、しかもそれもなんかお店に入ってもいいんだけど、買い食いできたら嬉しいなぐらいの、あと軽いノリのやつを食べたくて、で焼きたて、百貨店でやるの？コンビニスイーツ焼きたてじゃないもん。焼きたてがいいの。リージュワッフル、リージュワッフル、あーそうね、こういう基本的なやつ。何ぎ読めん漢字が。あでもほんとこういう普通のワッフルを食べたい、気軽に。あこのね薄さ、この四角形が薄ければ薄いほど嬉しい。くぬぎね、くぬぎ、あーこれ、あーこれよくもらうわ差し入れで。じゃあ柔らかいんだよこれ、硬いやつがいいんだよね。あとでクリームとかいらない、これも美味しいんだけどね。くぬぎよくもらうわけど、あの今まで硬い気分なの。美味しいけど、これもくぬぎって言うんだ。これワッフル、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 カリカリワッフル食べたい。ワッフルメーカーでもさ絶対使わなくなるもんね。だって今もう私2日目時点でさ、あの背中のやつやってないからね。昨日若干不快だったんだよね。朝ちょっとつけてたんだよ。でもねワッフルメーカー1回しか使わないだろう。ワッフルメーカーを買おうかな。あ2000円ぐらいであるぞ。2,3000円で。テム、なんだテムって、アマゾン、え、ワッフルメーカー使ったことある人いますか？ワッフルメーカーで配信でやりたい。ワッフルメーカーホットケーキの粉とかでいいのかな。カリカリにしてバターめっちゃやりたい。店で使ってた。本当？僕はなくてごめんね。いやいい、ありがとう。うわ、シキシキ。ワフ、ワフパ、ワフ、ワフルパーティー。ココスの朝のバイキングを行くとできる。ココスって一回しか行ったことないな人生で。近くにないかも。広島にココスあるんだろうか。
町職人がいればいそうなもんだけどね。あ、フルミックスアマゾンにある。うーん、吉川フルメーカーのやつ持ってる。どうそれ、薄い、薄いやつがいいんだ、薄いワッフルがいい。すいません、 YouTube 見てました。いいのいいの、ショールームなんてそんなの真剣に見るもんじゃないから、ながら作業でいいですよ。大丈夫だよ、あかりさまどこでもドア。ココスがドラえもんの CM やってるからどこでもドア出てきたんでしょ。真剣に見てます、ありがとうございます、それも嬉しいです。気がついたら見入ってるんです。濃い、ね、固めのワッフルを食べたい、食べたい。昔バイトで焼いてた、誰でも焼けるのかな、言うて。だんだん世の中ふわとろになっていくよね、食べ物。オムライスしかり、やっぱあれだよ、現代人噛む力が弱くて、あごが弱いからさ、テレビの字幕が増えていくのと一緒、読解能力がなくなっていくの、すべて字幕で。あ、やばいやばい、私のちょっと偏った思想の方の札が出ちゃった。やばいやばい、しゃぶ用行ったらワッフル、え、しゃぶ用ワッフルあんの。しゃぶ用行ったことない、行きたい、憧れてる。ちょっとワッフル硬すぎると瓦せんべいみたいになっちゃう。最高じゃん。ジャージプリン好き。ジャージプリンってプーマジャージを履いた私がとろーりクリームオンプリンを食べる時の気持ち。それそれ、その様子。陸王子のチーズケーキ965円、高っ、値上がりしたね。それは高いわ。 TCOP よう覚えてるな。カリカリにしたいなら薄力粉の生地にすれば、ああなるほど、そうやって自分で試せばいいのか。シャブヨウさん今絶賛カニフェア中。え、そうで、そのシャブヨウのカニフェアのチラシをツイッターで見て、オキちゃんとミナミと、オキちゃんとミナミと行こうってなって調べたんですよ。そしたら7000円ぐらい、結構高くて、なんか今年のご褒美に行こうよとか年末になってたんですけど、うん、まあ機会あったら行こう。てかカニ堂だけどランチ行くってなりました。火曜日でのベアありがとういやちょっとね、結構したんだよ、食べ放題だよ。でもだからね、その同じぐらいの値段で確実 に美味しいブランドが出てくるカニ堂楽のランチに行くのか、そのしゃぶ用のカニフェアの食べ放題に行くのかとかを考えてたら、一回やめようってなって、私は今日悲しく夕方にカニじゃない、カニもど、カニほぼカニっていう、カニじゃないカニみたいな200円ぐらいのなんかやつを食べてました。そう、いやでもカニが食べたいんだよって言ったら、元旦公園でミチュがね、なんか松葉ガニとズワイガニとなんかタラバガニが出てきてみたいな話してて、
で楽屋で、あ、やばい、松葉ガニと太郎ガニって一緒だったかも、キャー、お金持ちの子だと思われたかなって言ってて、そう、あ、未知の家の子になりたいって思いました。かわいいよね、みちゅ、ちょっと天然だから、そういうとこあるから。そう、かわいいよね、それ聞いてかわいいなと思いました。お金持ちの子だと思われたかなっていうか、もうそのオーラがずっと7年間出てるよ、てかアクターズに通ってる時点で多分一味違うとはみんな分かってるよって思いながら、そう、カニ貴族そう、みちゅのね、そういうナチュラル天然みたいな、自分が気づいてないその感じがね、かわいいですね、いつもこの松葉かタラバかズワイか知らんけど、そのカニの一杯でも、一杯とは今一足でも食べたかった。可愛いですよね。そう、いっぱいのカニを。カニ。カニ食べたい。誰かカニおごってください。カニリンベルのカタログ届かないかな、海山のやつないかな、カニ食べたい。カニ食いね、カニカマじゃもう我慢できない。だって実家で食べれるかなと思ったら実家でほぼカニが出てきたんだから、ほぼカニですよ。みちゅの家はね、2種だの3種だのね、カニが出てきたのにね、うちはね、このスーパーのねパックに入ったほぼカニじゃないんですよ、ほぼカニが出てきたんですから、美味しかったですから、リピ買いしましたもん今日。十分だね、これで手も汚れないしって言いながらみんなで食べましたよ。美味しかった、ほぼカニ。企業努力ってすごいわ。こんばんは。え、ほぼカニって調べたら出てくるよ。ほぼカニ、これこれこれ、ほぼカニって調べて、これこれ、美味しかったよ。ほら、ほぼカニ1キロ業務用とかあるよ。普通に欲しい、この1キロ。1キロ買っても3000円。ああ、これ天ぷらにしたらうまそうやな。てちてち、にゃん。カニ入ってるんだ。あ、そうなんだ。招き猫。
10分で食べれる1キロやば。カニ 10分で食べれる1キロやば。あ、カホタルにエール送らなきゃ。みんなカホタルにエール送ってあげて。あの誰も応援し特にしてないよって人、カホタルにエール送ってあげてください。ミコライブで私は昨日カホちゃんが9時間配信したって聞いて、本気がすごすぎて。食った？9時間すごいよね。ほんと。労働時間より長い。何するんだろうね9時間。まあでも何回かに分けてたんじゃない。正月に15時間働きました。えらっ。お年玉あげたい。24時間配信やりたい、また。まあでも5年に1回でいいかも。小町。猫飼いたい。ね、今日の一猫運動のゴロミとニャンスケかわいすぎんか。はよ餌出せやみたいな。かわいい。服ありがとう。
お似合い、仲良すぎるよね。24時間すごかった、1回やっただけでも。ありがとう。あれはほんと強制入れるタイミングが悪すぎて、強制を入れて次の日に24時間配信しちゃったんですよ。24時間配信ってもりもりご飯食べたかったのに、強制が痛すぎて何も食べれなかったのが一番辛くて、田中美穂が差し入れしてくれたゼリーが一番美味しかった。辛かったな。ファンミの写真も可愛かった。ありがとう。マジで何しよう、ファンミどうしよう。マジファンミまでずっとこれ言ってる。多分意外とね、すぐね企画会議、企画書出さなきゃいけないんで。どうしよう。みんなと楽しみたいんだよな、せっかく集まるからね。だって福田推しの中でも福田のファンクラブに入ってくれてる人たちですから、うん、なんかコアなことしたいよね。かわいい衣装見たい。かわいい衣装、 PR 舞台来たよね前は。あれ着ようかな、お尻大爆発のやつ。マジゲスト呼びたい。カメコタイム長め、ずっと撮ってってもいいようにしたいんだけど、ずっと撮ってっていいようだとさ、全員が集中してくれる瞬間が現れないからっていうのはあるけど、でも前は歌いながらだったから、その距離感とかが分かんなくて、だからなんかカメコさんにもうちょい離れた方がいいとか、なんかもうちょいどうした方がいいって聞きながらやりたいから、 MC 部分でもいいかもな、カメコタイム。今日は猫背ベルトなし、今日朝ちょっとしたのだからもういい。最初はちょっとなと、うん、福フェスのことがちょっと不安でいろいろ考えてたら全然寝れなくて、しかも今日久々に朝7時台とかに起きて、はっ、働くってこういうことだってなんか思った。みんな偉いよ本当にありがとう。いつも日本を、日本じゃ利害の人もいるけど、社会を動かしてくれて、
カメコタイムをプレミアム限定にしなくてもいいのではと思ってる。いや私もそう思ってるし、多分運営さんもそう思ってると思うけど、プレミアム席を作ったからには値段が高いから、なんか付加価値をつけなきゃって感じなんじゃない、わかんないけど。でもツーショットねあるからいいじゃんと思うけどね。結構話せるしツーショットで。なんかいっちゃんさん品質くわ、ほんとツーショットでね撮れるからね、プレミアムの人そこで結構交流ができます。今確認中なんですけど、あのバレンタインが近いということで、とあるものをね配れないか今確認してもらってます。配れんかったらごめん、これはもう大人の事情だと思うんで。私のバレンタインといえばの何かを配ろうと思ってます。ちょっと遅めのバレンタインですが、でも確認中今。食品系がダメだから。何かはちょっと言えないけどね。バスツアーもらえる、そう。サベコ水族館懐かしいな。ケロケロケロッピー。あー花粉の季節が来るんか、マジでどうしよう。てかそろそろ耳鼻科行っとかんとね。薬飲み始めた方がいいね。もう私ね花粉症の付き合いがね始めたのがね結構大人になってからなんですよね。肝臓にゃん泣いてちゃ猫招き猫。花粉症の付き合い方がだんだん分かってきて、このもう冬から飲んどかんといかん薬は。ミコライブ何すればいいか分かんない。ミコライブねアプリ開くじゃん。でこのバナーここバナーこれでこれ雷神なんとかってやつでこういくじゃん。でここのカホちゃんのこのエールのとこを押す。カホちゃん選んでエールのグッドボタンを20回まで押せるから20回押す。違う、エールを貯めてる分だけ押せるんだ。そんだけだよ。そう、難しいよね。分かっちゃえば簡単だけど、こういうの。配信してなくても押せる。そう、そこが難しいよね。そうなのよ。
私も配信してないと押せないと思ってたら、エールはずっと貯めとけるし、なんかでも最後に結構エール押すの大変なのよ、一回一回。だから貯めといてもいいけど、私は毎日もう送ってる。そう、配信中じゃなくてもいい。てかむしろもう配信ポイントとかよりエールがもう本当にめっちゃ大事らしくて、でもその投げれる数に限りがあるから、一人がやっぱ何人応援してくれてる人がいるかっていうのが大事らしいよ。だからね、いろいろ説明してくれたんだけど、ショールームとは全然戦い方が違ってなんか難しそうだったけど、頑張ってた。でもさ、なんか今赤色担当ってなんかセンターらしいのね。私ライジンガール恥ずかしながら見たことないから、あんまシステム分かってないんだけど、あ、センターとかあるんだね。なんかセンターなんだよね、かほちゃんが赤色で、すごいことじゃないですか。そうだからさ、やっぱ責任持ってイベント盛り上げてしっかり一位取って頑張りたいっていうね、責任と思いがねあるみたいなのでね、まあ他に応援してる子がいない方もぜひ応援してあげてください。そして私ライジンガールがそんなアイドルみたいな感じって知らなくて、そう、福フェス出てもらえばよかったって、そうとか思ったりなんかで、あのスポーツカーとかのイベント会場にいるさ、スタイルいいお姉ちゃんみたいな、ああいうやつだと思ってたから、まさか歌って踊ると思ってなくて、めちゃすごいじゃんってなった。知らなかった。そう、いつの間にかかほちゃん、かほちゃん3回目のアイドルだね、すごいね。あ、ランキング読む時間だ、そろそろ。さきちゃんもいる、そう、さきちゃんもいる。さきちゃんと久々に LINE した先週ぐらい。ありがとう。形跡ありがとう。近いし、ありがとう。セブン、ありがとう。かいもち先生、今年もたまにふくふくしながら生きていきます。ふくふく。たまにっていうか毎日ふくふくゴロゴロで上を、ありがとう。デイビー、ありがとう。電脳、ありがとう。きなこ、ありがとう。かんずー、ありがとう。火曜日のルビー、ありがとう。埼玉のおいとーん、ありがとう。赤いちゃんサインさん、 STU がピンチという人がいるけど、それをチャンスに変えてほしい。みんなならきっとできると信じてるよ。もちろんピンチなんて STU 何回乗り越えてきたと思ってるんですか。頑張りますよ、責任持って。ありがとう。みけちゃん、ありがとう。よいしょ。はい、というわけでね、今日もありがとうございました。みんながそこ、かほちゃんとか卒業したメンバーもだし、今いるメンバーもだし、卒業を決めたメンバーもだし、みんながさ、自分たちの頑張る場所をそれぞれでね、こう必死に頑張ってるじゃないですか。何をしよう、何ができるかな。私も今自分が何ができるのか自分なりに考えて、しっかり2024年生きていこうと思うので、よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。私が福田はって言ったらストーチって言ってください。鬼はスト、福田はストーチ、サンドの名称はどんで決まり。香川県出身の福ちゃんこと福田会でした。疲れんこや睡眠済みです。それでは寒いので暖かくして寝てください。良い睡眠を。ありがとう。またね。
白飛びすごいな。ありがとう。